お久しぶりでございます。コマでございます。いやー、長らくね、動画を撮っていなかったんですが、今回動画を撮っていきたいと思います。で、今回は、ちょっとね、珍しいおじさんがいるよというね、噂を聞いたので、ちょっとそこにね、突撃してみようかということで、今回この動画をね、回させていただいております。いやー、まあ久しぶりのね、この企画なので、ちょっと緊張しているんですが、まあ、とりあえず、侵入していきたいと思います。うん。まあなんか噂ではね、結構もう60代70代のおじさんだっていう風な話しか聞いてないんだけど、まあ、ちょっとすごい面白そうだってことでアポイントもねしっかりと取れたので、はい、動画を撮っていきたいと思います。それではレッツゴー。はい、じゃあ階段を登っていきたいと思います。いやー、今日涼しいね。はい、それでは侵入していきたいと思います。はい、お邪魔します。すごいな、小汚い感じが。しっかりしようか。すごいね、結構汚れてる感じが。はい、音が聞こえますんで入っていきましょう。失礼します。お、誰だ君は。いや、どうもコマンでございます。ああ、コマン君って君？お久しぶりで、アポイントを取らせていただいて。君の、お父さんにそれ名前聞いてたけど。はいはい。うん、はじめまして。どうもです。今日はちょっと撮影をね、したいということで。え、何の撮影すんの？とりあえず、まず、あなたの自己紹介と、自己紹介、まあ、どういったね、暮らしをしているのかっていうことで。どうした素性の人間かって。素性の人間かということをね、これ暴いていこうかと。暴くて、なんかもう罪がどんどん暴かれるわけ。いや、撮っていきたいかなと。あ、そう。そう、お部屋が結構あれですね。片付いてるだろ。今日はすごくよそ行きの、お部屋、なんか来るとか聞いてたから。ん？何、不満？いや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 。だって綺麗な今今年ね、当年取って60。あ、60代？うん。当年取ってね、60だから。ああ。まあ、少しずつ年寄りになっていくわね。それで、普通君は男女帯に、今一人暮らしだからな、男女帯に宇治川湧くって言葉知ってる？あ、知らないです、知らない。知らないそれも。知らない、知らない。男女帯に宇治川湧くって言ってな、男の一人暮らしはな、はいはい。掃除洗濯、掃除きれいにしないから、ウジ虫が湧くって昔から言うの。はは。ただウジは湧かないけどね、このゴキが出るの。ただゴキブリだって君ゴキブリってこれぐらいのゴキブリ想像するだろ。はいはい。そんなの一切出ない。どんなぐらいの大きさが。うん、一番大きいのよこれぐらい。あ、そんなちっちゃいの。うん、でもそいつらすごいよ、逃げ足が。ウサインボルトもなっちゃおう。だって捕まえるとしたらビューンってね、30センチが飛ぶんだもん。そんなに？こんなのがさ、ここ行ってこんなのがさ、捕まえるとしたらビューンって30センチこれが飛ぶの。すごい。もうどのオリンピック選手も勝てない。今年日本でオリンピックあるけど。彼らもすごいな。もうみんな彼ら出させたら全ての競技で金メダル取るよ。だからね、初めはね、駆除一生懸命してたけどね、はいはいはい、もう愛おしくなっちゃってさ、もう一緒にね、ゴッくんと一緒に住んで、ゴッくんで今度名前を付けようと思って。結構何匹かいらっしゃるんですね。何匹どころじゃないよ、1匹いたら大体10匹いるって聞くじゃん。はいはい。5匹はいるから50匹いると。そんなにいるの？みんな隠れてるの。そんなにいるの？時々にあれ、巻くけど、はいはい、殺虫剤。あとみんな隠れるの。あっちで頭いいよ。ああ、だからね、そう。とりあえず、まあ、僕がね、ちょっと隣に座って2人で、まあ、対談できたらなっていうことで。ああ、いいよ。じゃあ座りな、ここ。今日はよろしくお願いします。はい。
そしたら対談を始める前にちょっと消毒をまずしていきたいと思います。はいはい、はい、これは安心だね。そうですね、エチケットをちゃんと。でもこの部屋は分かんないねでもゴキブリってあれだね、そんなにあのネズミのようにペストやコレラコレラってないもんな。ないかな。ゴキブリってあれかね、あのあれするんかね、怖がるだけやろゴキブリは。あ、ゴキブリなんか病気になったって話聞かないじゃん。聞かないけど、なんかいろんな菌を持ってそうなイメージはありますけどね。あるけどね、あのゴキブリでどうのこうだって、コマーシャルでゴキブリで除菌しましょうって出ないじゃん。殺すコマーシャルしかないじゃん殺菌しかないよねゴキブリって。殺菌っていうよりもう殺すしかないもんね、このプシュッとして。でゴキブリが菌をまき散らすっていう話聞かないもん、ね、ああ確かにそれは聞かないね。だからだってそうだったらさ、日本全国ゴキブリすごいんだからみんな病気になってるよね。ああ確かに、日本人がここまでね、こんな島国がね、世界の第二の大国になれたのはね、教えてやるか何だと思う。古代において秘密が隠されてる。なんだろう、古代日本がここまで発展した理由、うん、もうすごい秘密が隠されてる。発展した理由、うん、ここまでの国になれた理由、子孫が繁栄した。子孫はまあ日本人はあのスケベだからね、子孫は繁栄してたけどあの日本人の知恵が、あ、なんだろう、じゃあ教えてあげよう、はいはい、文字。あー、なるほど、文字が文明の走りなの。文字を持ったことによって伝達手段があって、新しい知恵をね、文字によって、はんはん、あのどんどん吸収できたの、はい、日本人はね、あの縄文時代からあのいろんな文様があったの。あれもね、文字だったかもしれない、本当に言うと、ね、そういった決まり事があってね、それであの記号みたいにして伝達したかもしれんの。でもいわゆる文字っていう認識がされてないじゃん、縄文はね、土器で、はいはい、それでね、中国から始め朝鮮を伝わってね、文字が入ってきたのがね、5世紀だと言われてるけど、その時は分からなかったの、これが文字だっていうのは、うん、伝達手段をする模様だと思ってたの、はあ、金の名の和のここってことなったけど、はあ、あの時にこのいろんなあの書いてたんだけど、それはね、文様だと思ってた、当時はそれが文字、伝達手段の文字だと思わなかった。文字って概念がなかった、はあはあ、それがあの6世紀、5世紀から6世紀にかかってどんどん入ってきた。で、遣隋使によって、うん、あのどんどん文字を輸入したの、書物が。あ、いろんなところに文字を運び、うん、あのいろんな中国の文字を輸入して、はいはいはい、ね、それであの勉強したんだけど、うん、勉強したんだけど日本語と中国語の文法が違うでしょ、うんうんうん、中国語はもう珍しくアジアでもヨーロッパ語族と同じような文法だよ。I love you が英語だよ、うん、私愛するあなたで、中国は和愛に I love you なの、和が愛なの、愛は文字通り愛、はいはい、ラブ、それにはあなた、you なの、はあはあ、でも日本は私はあなたを愛してますっていう語順で言うだろ、はあはあ、だから中国語と日本語と文法が違うから、はあ、あの漢字をそのまま使えなかった、はいはいはい、でね、あの万葉集って聞いたことあるね、うん、古代の、うん、あの時にね、やっぱり文字として残したかったから、うん、あの漢字を使ったんだけど、その時は万葉仮名って言って、その時の中国の音を日本語に当てはめて音だけ変えてたから、漢字の今の意味と全然違うの、わかる、その時の音を借りてあの万葉集を作ったの、だからあのその時の音はそのままだけど意味が全然違うのね、それでこれじゃ不便だなって言って、日本語はね、日本人初めてカタカナとひらがな作った、それも漢字の中、その漢字の中から借りたのが初めカタカナだと思う、あの武士を借りて、だからか、例えばカタカナのカっていうのは加えるという字が漢になってる、ああ、ね、確かに、うん、あの武士を借りたの全部使うとややこしいから、はいはい、ね、例えばアイユ語のアだったら、アジ、あの安倍さんって言うだろ、小里編で、うんうんうん、あれのこっちを小里編を借りて「あ」にしたの。ああ。で「い」はあの「以来の」「い」っていう字。以来の「い」、あ、これ二弁で、うんうん。あれを簡略化して。ええー、そうなんだ。で「う」は宇宙の「う」。それでああいうのを書くと50音作ったの、丁寧に。
お城を作ったの、日本語に当てはめて。それが7世紀の7世紀、7世紀から8世紀。あ、もっと完全に出てきたのは平安時代の初期だから、8世紀から9世紀にかけて。で、ボケ老人は困るにはみんな孤独死するから。あ、でね、孤独死の性格もあるのよ。はいはい。これなんか、楽観的で。楽観的で。うるさい。誰がいい？いや、明るい性格だからね。はいはい。で、人付き合いが、人懐っこいからね。そういった性格の人間はね、人ともすぐコミュニケーションできるし、うん、でいろんなものに興味持つから、趣味が多いから、飽きることないの。その趣味を楽しめば、ボケることないの。ところが、孤独老人はね、一人っ子で、親子らに見放されて、一人で生きてて、はい、それで性格がだん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 暗くなって、それで喋んなくなる、人と喋んなくなるとね、もうめんどくさくなるの。で、喋ること忘れちゃうの。そもそも一人でこう縮こもって、うん、引くもんとまた違うの、老人のは。ああ老人はもう孤独だから、孤独病なの。だから俺詐欺に何で引っかかるか分かる？ああ、孤独で？孤独で寂しいから、はいはい、自分に声かかってくれると嬉しいんだ。嬉しいの。だって孫とか言ったらもう子同士で怒るから、ああもう隣の子でも全部差し出すの。寂しいの。一番の原因は、オレオレ詐欺はね、あれだけ成功するのはね、寂しさにつけ込んだの。お話しましたけど。いえいえいえ、ありがとうございました。ただ、名前を聞いてなくて。ヤグンヘキムって言います。ヤグンヘキム、八の軍って書いてね。はいはい。八の軍ってことは、世界のね、いろんな民族を合わせて八軍、いろんなね、地を合わせて八軍っていう。ヤグンヘキムさんって言うんですね。日本の方では、それは内緒。それは内緒で、なるほど、謎が深まるばかり。世界の人だから。まあまたね、お話できたらいいかなと思うので。うん、また違う話題をね、今度はね、いろんな芸術の話とかしたい。芸術の話とか、まあ、視聴者の皆さんがね、興味があれば。ああ、興味があればね。ぜひぜひ。なんか興味がある話題。ヘキムさんの話を。エッチなことでもいいですよ。コメント、エッチなこと言わないね。聞いたんやろ。コメント欄でね、書いていただければ、ヘキムさんがね、たくさんお答えしていただけるということなんで、今回はこの辺でおしまいにしたいと思います。はい、はい、ありがとうございました。